では次は正拳突き、空手の正拳突きのやり方を説明していきたいと思います。まずは、前の動画で解説した全体になります。そこから手を真ん中、手を真ん中に合わせる、手を合わせると自然に真ん中に来るので、そこから左手を引いていきます。引いた手を引き手と言います。この引き手は脇腹にある骨、肋骨と言いますけれども、肋骨の下3本の骨にくっつくようにしっかりと引き手を取ります。で、引き手はこの肘が開かないように、肘が背中にくっつくようにしっかりと引き手を取ります。横から見るとこういう感じですね。基本的には突きの高さは自分の溝落ち、この骨と骨が、胸の骨と骨が重なって、柔らかくなっているところ、ここを溝落ちというんですけども、まあ、空手でいうと水穴、溝落ちのところを狙って突きます。ただし、こう溝落ちを突こうとしすぎて手が下がりすぎたりしないようにしっかりと止めましょう。初心者は溝落ちを狙いすぎると下になりやすいので、まあ、最初は自分の肩の高さを目安にして突いてもいいと思います。ではそこから手を、突いていきたいと思います。位置で突きます。突いた時には脇腹に肘がくっつくように、ですね、こう広がっていかないように、脇が開かないように脇を締めてくっつけて突きます。こうやって突くことによって、突きが、正拳突きがまっすぐ突きが出やすくなります。次に左右を交互に動かさない、一緒に動かす、出した分反対も引いてきて、引き手が決まるところと突き手が決まるところがタイミングが一緒になるように注意して突きましょう。これがこう片方ずつ行ったりとか出てから引く、こういうことにならないようにしっかりと左右が同じタイミングでつけるように注意して行いましょう。次は最後に回す、しっかりとついて伸びきる瞬間最後に回す、回してからつくんじゃなくて最後に回って決まるようにタイミングを合わせていきます。こういったことに注意してついていきます。ではついていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こういう流れで、ゆっくり正確に行いながら、正確な突きができたらスピードを入れて早く突くときは肩に力を入れすぎず、しっかりと突く瞬間は力を抜いて
伸びて決まる瞬間にしっかりと力を入れ込む。力を入れ込んだ瞬間、入れ込んだらしっかりとすぐに抜きます。力を抜かなければ次の動作に移れないので、しっかりと突きを決めたら力を抜きましょう。突きについては、まあ、もうちょっとレベルが上がっていくと、いろいろな、例えば腰を使いながら、足で床をつかみながら突いたり、正拳突きでより強く突くための方法が、まあ、いろいろあるんですけれども、それはまた次の動画で解説していきたいと思います。ではこれで正拳突きの解説について終わります。